海浜幕張駅前にあるイルミネーションを見に来ました。毎年開催されてるんですけどね、今年もすごいですね。ここのイルミネーションは無料で楽しむことができるので結構おすすめですよ。幕張イルミ2022-23、結構可愛らしいプロジェクションマッピングです。見てください、これドーム型のイルミネーション。毎年のことなんですけど本当すごいですよね。いくら見てても飽きないです。
中の作りはどうなってるんですかね。ミラーボールいっぱいです。
これだけのイルミを無料で見られるってすごくいいですよね。幕張イルミは2023年1月31日まで開催してます。場所は海浜幕張駅前のロータリーのところでやってます。この動画を見て気になった方は足を運んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。